さん、聞いてください。人を変えればまずは自分から変わってくださいという言葉があります。それだけ僕はとても、僕たちはうわーって気持ちになるけど、そんな時こそ横の大事な人に相談してみてはいかがでしょうか。ベイベー泣かないでね、どうした今日は辛いこともあった、嘘をつくな、わかるからさ、隠さないでいいんだよ。最後の曲になります。ラスト聴いてください。待ってて。懐かしいな、なんでなんだろう、こんなに温かい、きっとめぐりめぐってまた君と出会えたんだ。誰よりも近くで君を見ているけど、24時間じゃ足りないほど日に日に増してゆく魅力をアップデート。そう伝えたいこと
聞いてくれよ。